What's going on, my? どうも、リュウです。いきなりですが、ブッシュファイヤーってご存知ですか？これは現在、オーストラリアで猛威を振るう森林火災のことなのですが、日本でも報道はされていますが、実際どうなのって方が多いと思います。そこで今回は、ブッシュファイヤーの現状とその原因、そして僕たちにできることについてお話ししようと思います。ブッシュファイヤーはオーストラリアで毎年のように起こる森林火災ですが、今年は史上最悪と言われ、僕の全域で甚大な被害をもたらしています。現状を整理すると、昨年9月から発生し、焼失面積は約1000万ヘクタール。これは日本列島の約4分の1に相当する面積です。現在までに少なくとも28人の命が奪われ、コアラやカンガルーを含む約12億5000万匹の野生動物が犠牲になったとされています。僕の住むメルボルンにも森林火災による煙が到達しており、大都市では政府に対する数万人規模のデモが行われるなど、事態の深刻さを物語っています。現在は連日の大雨で一時食い止められていますが、一部地域では洪水の被害も出ており、未だ緊迫した状況が続いています。ブッシュファイヤーの原因には落雷や倒木による摩擦といった自然発火、そしてタバコのポイ捨てや放火などの人的要因があります。有害の葉が多くの油分を含み、自然発火しやすいというのも大きな要因の一つですが、モナッシュ大学の研究では、一般的にオーストラリアの森林火災の 87% は人的要因であるという結果が出ており、必ずしも自然発火だけではないことがわかります。ほぼ毎年起こるブッシュファイヤーですが、なぜ今回は史上最悪となってしまったのか。これはインド洋ダイポールモード現象が関係しています。これは簡単に言うと、風と海面水温の影響により大陸に大雨や干ばつをもたらす現象で、去年はこの現象が顕著に現れ、オーストラリアに記録的な干ばつをもたらし、その結果大半の地域で観測史上最も雨が少なく2番目に気温が高い春に。それが今回の史上最悪の森林火災につながったとされています。では僕たちに何ができるか。信じられない話ですが、僕は現地にいながら心の片隅で他人事だと思っていました。大変だとは知っていましたが、ピンと来ていなかったというのが正直なところです。しかしメルボルンシドニー行きの飛行機の中から、今まさに起きている森林火災を目の当たりにし、他人事だった自分をぶん殴りたくなりました。そこで底辺 YouTuber ながら今回の動画を作らせていただいた次第でございます。僕たちができることは募金や活動なども一つですが、僕は一人一人が環境問題に少しでも目を向けることだと思っています。今回の森林火災は温暖化の影響も大いにあると指摘されています。気候変動の枠組みで言えば、昨年の記録的な台風など、僕たちも当事者に当たるのではないでしょうか。今回の動画が少しでも皆さんのきっかけになれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。